はい、皆さんこんにちは、メカミックスです。パワプロ2016ペナントレースやっていきたいと思います。前回から、シーズン3年目が始まりまして、まあ見事ね、2勝くらいできたのかな。なのでなかなかの滑り出しですね。まあ8位というのは変わらないですけれどもまあまずは最下位脱出を目指して、まあこのサクセスチームにもね、前回、逆転満塁本塁打打って勝ったので、まあこのまま今日も勝っていきたいんですけど、太田くんちょっと調子が悪いのにこう来てるな。また宮内くん緊急登板してもらうか。そうするとちょっとうちのチーム緊急登板が多いな。うわー、いかに守るか。パピオン3号打ってるね。でも出た。もう怪我の常連だな、負け担当。あ、ちょっと早すぎて分かんなかった。誰かの球速が上がったっぽかったけど。吉田くん、調子は絶好調。山口、嵐丸。嵐丸が西武に回ってるよ。マジか、お前ストッパーもやってんのか。全部守りとキルは。宮内くん、調子は普通。相手は金子千尋か。あー、負け担当。18日そんな怪我したっけ。ちょ、負け担当1軍から下ろそう。負け担当マジで怪我多いな。ちょっと中継ぎを変えるか。調子のいい、まあ、イソッチ入れましょう。一応全部できるもんね。せっかく変化球も覚えてくれたことだし。ってことはイソッチ千中のところに入れよう。千中でいいのか、読み方よくわかんないけど。さて、金子千尋相手にどこまでいけるか。パワプロ2014では金子千尋バケモンでしたからね。ああ、勝ってる。宮内くん英国紳士打つね、相変わらず打つね。こいつはミートもね、上がってきたからね、さらに打つようになるぞ。ジャックス、スタミナがE になったんで、ちょっと練習を変えましょう。ジャックスは、中継ぎだったか。あ、一応全部できる。あ、これゆずちゃんだし。こっちか。中継ぎだよね。コントロールもまあ D あるから、ちょっと変化球、ナックルを決め球にしていきますか。誰か調子いいやついた？まあ、一軍ではカリンちゃんが調子良かったね。タッキーリ。投手がな、どうしても、微妙な感じだな。ティータ中を出すか。ほんと、ここの監督さ、緊急登板させまくって、選手からの信頼どうなんだろうな。俺っすかみたいな。今日俺っすかっていう。3対2。8回に1点入れられて負けてますね。おお、突き指したか。なんか突き指ってその場で、まあ、重傷じゃなければ治りそうな気もするんだけどね。全治1日っていうか、いってーってなって終わりみたいな。かりんちゃん下がってきてるね。京セラドーム先発は太田くん。勝てないね、ちょっと太田くんが。カリンちゃんがでも2号打ってくれて、ってか10点入れられてんじゃん。人気者出場で1200人のファンを獲得したけど、それ以上に下がってるな。診断の結果大事には至りませんでした。あれ、炎上なんかしてたっけ。もはや謎すぎる。突き指から回復と。スピード型？スピード型って何？どういうこと？能力タイプがスピード型。まあ足速いからね。タッキーリ140いきましたね。タッキーリはどうなんだ？とりあえず球速が140いったから、そうだね、コントロールも
上げますか。先発はね、基本的にはもう全部欲しいですからね、能力。じゃあ請求を上げよう。 D だな、目指すは。ヤフオクドーム、ヤフオクの後にびっくりマークが入ってんだヤフオクドームって。ちょっとな、回復しきれてないね。やっぱここで回復丸があると、この回復量が1日のメーターの上がりが変わってくるのかね。じゃあ吉田君に任せますか。4敗か、4敗ね。ゲーム差今どうなってんだ。あ、でも楽天とは3ゲーム差か。サクセスチーム1位ですけど、オリックスも1位で頑張ってるね。いや、この前はダントツだったけど、まあ、まだちょっとね、始まったばっかりといえば始まったばっかりですからね。お、イソッチ先発で出てるね。今日は調子の悪いやつがいない一応調子重視で組んでるからね。あー、負けたか。お、赤木選手いいね赤木選手最近活躍が目覚ましいんだけど。4ゲーム差がついたか、結局。おお、いいね赤木君。ただ7番を打ってるな。うちは結構足の速いチームになるんじゃないか。9対8か。最後9回めっちゃ追い上げたんだけどな。英国紳士に6号が出てますね帽子の開発かしない。メガホンは全然作っていいっすね。お、緊張コントロールが B になった。よしよしよし。まずは金城がコントロール B になったので、制球はもうさすがにいいでしょう、 B あれば。でスタミナもあるから、もう変化球だね。そうすると変化球をどんどん鍛えていこう。さてそこからの今日はライバル楽天戦なんで、ちょっとここは勝ちに行きましょう。太田くん、太田くんのやる気が、あ、宮内くん、宮内くんにちょっとかけよう今日は。うちのスーパーエース頼むぞ。またね、野球留学組が帰ってきてくれれば戦力がドーンと増強されるんだけど、シーズンの終わりの方に帰ってきてくれましたよね。イーグルス、この回の攻撃はラストバッターから始まります。さあ縦のカーブを武器に、ドロップカーブって縦のカーブでいいんだよね超適当に言ってるけど。あ、これやばい、あぶねあぶねあぶね。パワー F とはいえジャストミートされると、あ、でもやる気がないからパワーとかも下がるんですよね。やる気が不調だと、パワー F での不調だと持っていけないかな。あ、でも学校だからねさあ奪三振ミスエンド、打たせて取る、取れない。第6球を投げました。お、流し打ち、打たせて取れない。ファール、奪三振持ちだからね。投げました、打っためっちゃミートされてんね小関いいバッティングを見せました。まあちょっとこのまましのいでもらいたいけど、よし、よくしないだ。そしてチャンス、チャンス B、 いいね、新しく入れた人たちはチャンスに強いからね。そうだね、ここはね手堅く1点欲しいよね。松潤だったらこの学校でも走ってくれるでしょう。これはよし、よく見た。カウントは2ボール2ストライク、とりあえず打ち上げてもらいたいけど、危ない球。まあ、最悪フォアボールっていうのもありだよね。あ、でもこれはよし、オッケーオッケーオッケー。さあ高田君いいね、強振で高めを打つ。いや、これは無理でしょう。ライト前進、ええ、ちょっと何やってんの高橋すっげえフラ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 、あ、高橋じゃなくて松潤か。フラ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 してたよなでも今日めちゃくちゃ乗ってる男赤木、バッター追い込まれました。
追い込んで、お前の勝負強さを見せてみろ。ゴーダメだったか。ボール球に手が出てしまいました。4回のやられたな。パワフル先制のチャンスです。あれ今どうしてたっけ、出番設定しないになった。9回だな、そうすると。さてここで高橋圭、もうなんかね、どうしてもね足が速いっていうイメージになるとね、高橋圭をねイメージしちゃうんですよね。やっぱ走力 A あるんで。三塁毛利もね速いんですよね、足は。わずかながら外れています。カウントは3ボール。やっぱうちもあれか、走力でかき乱すっていうチームを目指した方がいいのかな。投げました。よく見た。おー、よく見るね。さあいよいよ試合の流れが。さてランニングポイント、ここで高台投げました。ストライク。おお、際どい、いいところに投げてくる。第2球投げました。これは2球目ストライク。早くも追い込まれています。インコースの低め、投げました。すげえ際どいとこついてくるね。外れてボール。カウント1ボール2ストライク。第4球を投げました。危ない球。でここで外側に来るか、まあ、来ないね。俺の投球術も大したことないんだな。じゃあ二塁ランナー三塁まで。おお、走った走った。よしよしよし。ついに均衡が破れました。一対零。ピッチャー陣がでも今日超頑張ってくれてんね。塩の交番。お、交番。ここで松潤。今チームがね持ってるからね。低め決まってストライク。ニートシーあるからね、めちゃくちゃでかいな。ニートシーってでかいねやっぱり。インロー際どい球、ボール。バッターよく見ました。カウントはワンボールワンストライクです。うんうん、よしよし。第4球はさあここでの登板は変化球外れてボール。カウントは3ボール1ストライク。なかなか投げた際どい球を選んでフォアボール。これでここで来たね。頼むぞ英国紳士、打て。うわー、今絶対振ったら言ってたよ。第2球これは見て、よしよしよし。カウント1ボール1ストライク。第3球もうここでの監督のサインは強振で振っていけだからね。外れたボール。もう一発狙ってよ、一発狙って。英国紳士お前なら。あー、おーでもそうか、押し出し。ここでカリンちゃんも来るのか。カリンちゃんね、チャンス G ついてるっていうのがちょっとな、悔やまれるよな。打ってくれるからねやっぱり、パワー C あるんで。第3球を投げました。ボール、はっきりしたボール球。カウントは2ボール。ここでね取れるだけやっぱ取っときたいよな。危ない球。てか加藤大丈夫かお前。ここはランデフォアボール。押し出し。こういう場面での登板って嫌なんだろうな、やっぱり。バッターは6番高田。今日はここタイピン F を出すか。1三振、初球空振り。うん、ミートポイント的にはいいところだったけど。このボールも空振り。バッター追い込まれました。これは武藤にやられるか。投げました。打て。よし打った、痛烈な当たり。よしよしよし、右中間真っ二つ。てかさ、今塁が詰まってたよね。オーケーオーケーオーケー、5対0。てか英国紳士結構ギリギリだったな今。ノリノリの男赤木、今日はこれ勝てるでしょう。さすがにもう8回だし。これであと金城が最後シャットアウトして終わりですね。危ない球。さあ4球目。いや楽天戦で勝ちが来たのはでかいな。ここは1球見ます。肩越しにランナー見た。これ2ゲーム埋まるってこと。高め外れてフォアボール。フォアボール多いね。さてサンデー毛利もチャンスには弱いか。今日初めてのバッターボックス。守備型のな選手ですからね、サンデー毛利も。投げた、決まった、ストライク。第3球を投げた、見送って V スライダー、カウントはスライダー5か。次が4球目だからね。お、これは抜けないか。最悪ゲッツーになるな。ゲッツーになった。スリーアウトチェンジ。まあしょうがない。オーケーオーケーオーケー。4本に抑えてるのか。おお。さあいよいよ最終回。珍しいね。守備を変えてくるって。これもメカミックス監督の采配だからね。宮内くん、完封できるんじゃないかお前。スタミナもすげえ余ってんな。オーケーオーケーオーケー。これな、取れればでかかったけど、さすがにそこまでうまくはいかないか。危ない球。次は4球目。投げた。おお、すげえすげえすげえ。バッターは2番オコエ。オコエ。オコエルイっていうのこれ。一三振。投げました。見送ってストライク。オーケーオーケー、いいね。初球ストライクから。ようやくエースとしてのボール。これは完全なボール球。力を発揮してきたのが宮内くん。投げました。3球目空振り。コントロール B、スタミナ A って。追い込んでいます。
すごいよな。うちのチームでは投げました。完全なる打ちました。エース。これは高橋家、お前の足の速さなら全然いけるね。完封勝利、まだあと1人。頼むぞ。これはちょっと見るよ。完封勝利、うちのチームで完封勝利なんて大きく外れました。かなりの快挙だな。初めてなんじゃないか、3年目にして完封勝利を出すのは。これを、今のね、振ってくれたらね、多分上がったと思うから。第4球を投げた。うん、オーケーオーケーオーケー。怖えな、ここまで飛ぶのか。でも今のでも掴みました。試合終了。いいね、宮内、見事な完封勝利。さすが、見事イーグルスを下しました。目指せ全国制覇があるね。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。宮内、いや、このペアはさすがだね。2勝2敗。そうか、宮内くんもう2勝目か。おお、さすがだ。3100人。まあシャーペン開発しないけどね。おお、完封勝利達成メダル、いいもん手に入れた。おお、カリンちゃんマジか。年齢見れるって言ってたけど、これどうやって見るんだっけ。ちょっとカリンちゃん年齢だけ確認しとこう。まず能力のところで見るって言ってたんだけど、どれだっけ、多分ソノタ27歳か。27歳で下がってくるの。30手前、すげえ下がってるわ。パワー B あったのが2とも下がって、マジか。ちょっとこれは悲しいな。27で下がり始めるっていうところが早熟型だったのかな。早熟型だからもうちょっとピークが終わって下がり始めてるっていう、そういうあれかな。一応ちょっと調子のいいやつ見ようと。あー、結構いるね。ケイト、中川くん、シラアット、ここら辺ちょっと入れ替えますか一回。まずケイトがショート。ショート誰、サンデーモーリー。カズマン、カズマンさっき守備要員で出てたよね。じゃあちょっと、打撃寄りとしてサンデーモールと変えよう。あとはシラと、こいつもショートか。電光石火、総力19なのになんでこいつ電光石火ついてんだ。ちょ、能力的にすマジでよくわからん、なんでだっけ。カズマンと変えるのもな、ちょっとな、あれだしな。まあいいや、ちょっと変えちゃおう。で、中川くんもショート、ちょっとどうしたこのやる気、やる気に満ちてるな。てか保守こんないっぱいいらないよね。ちょっとピザくんと交換しよっかな。じゃあよし、これでいきましょう。なぜかショート陣がすげえやる気出してるけど、俺らショートの出番だみたいな。宮内くん、じゃあ出てるね。一応サブポジもついてるからね。頑張ってもらいたいけど。おお、勝ったね。楽天最後2点入れてきたけど、まあ見事金城が。金城ね、やっぱなんか打たれるよね、やっぱしょうがないけど。まだ絶対的なね、守護神としての安心感はないっすね。ちょっと不安が残る。打たれるんじゃないかっていう。さてさて、また楽天とは3ゲームに戻したな。タッキー入りがやっぱりね、青で出したいんだよね。緑で出してここら辺まで溜まってればなんか良さそうな気もするんだけどね、ちょっとよくわかんないから。中川くんが DH だな今日は。負けたか。3対2。あれでも楽天戦勝ち越しした？上がってるね。よしよし。東条守備力 C あれば十分じゃないか。ちょっと練習を見直そう。東条。そうだよね。守備 C あれば十分だな。セカンドだし。あとはじゃあ、
打撃練習にするか。 OKOK、 これで結構必要な能力は揃ってきたね。守備位置に対しての、おお、またサクセスチームか。これはかなり厳しい戦いになりそうだけど、パピオンは相変わらず、うお、このやる気のなさ、マジか。ゆずちゃんを投入するか。そうするとこうやってさ、先発変えてるけどさ別に大丈夫だよね。一応先発としてやる気はあったのかな。よし、今日ちょっとやる気ないっすけど頑張りますみたいな滝本に3号4号打たれてる。怒り守るだよな。もう5勝目か。5勝0敗っていうところがさすがだよな。立川だ。立川はね、前回打ち崩してますからね。ちょっと今日も立川は得意投手として頑張って、あ、立川が出てるわけじゃないのか、山口か別にあそこに出てる人が出るわけじゃないんだね。先発は磯っちか。磯っちが変化球覚えたけど、まだ覚えたてだからね。なんだかんだで8点入れられて負けてるし。森田について、超万世、長い目で見ていかないとあれか。お、金城のフォークが上がった。ケイトの肩が D か。ケイトってどこだ、内野手だったけど。ケイト。ショートか。そうだよね。ショートはね、やっぱ CC は欲しいよね。まあでも打撃型にするっていうのもありかな。ショートは結構、守備寄りの選手が多いんで、まあちょっと、差別化を図るために。ここは打撃練習でいきましょう、じゃあ。こいつ誰だ移籍してきた人が誰だかわからん、サクセスチームに。お、今日はやる気に満ちてるね。頼むぞゆずちゃん。ダメか。鋼でももう2敗してるんだ。高橋圭に1号が出てる。お、上がってくね。西田くん補給2か。ようやく、今日はこれどこだ、バッファローズ。ちょっともうユニフォーム見ただけでわからないからなロゴを見ないとわからない。すげえな。12回までなんだ、パリーグは。多分パリーグとセリーグで延長の回数って違いますよね。俺のイメージ的な話なんだけど。英国紳士9号。お、ナックルが3になった。ジャックス、いいねいいね。やっぱ結構上がるね。確かペナントレースが月末に始まったんで、月末に練習効果アップを使えばいいんだよね。てか月初に使おう、また分かんなくなるから結局。宮内くんのやる気がだいぶ下がってんな。磯っちいけるか。てかいける人がいねえな、マジか。そうするとちょっとここ磯っちに任せたいな、スタミナの量的に。大丈夫でしょう。ちょっとやっぱね、調子重視でいきたい。調子重視で能力に補正がかかりますからねって言って、でも頑張ったよね。1点だからね。ヒット10本は打たれてるけど、要所要所は抑えたのか。タッキーリ、こうピッチャーの調子がなんかいまいち上がらない感じがするんだけどな、ここら辺とかね。ちょっとタッキーリに頑張ってもらうか。おお、勝ったね。2対1。いやー、これは制した。峰井くんに1号が出てますね。峰井でいいんだっけ？おお、ちょっともっとさ、大切にさ、機材扱おうよ。野球人としてさ、もっと乱暴に扱うんじゃなくてさ、そういう道具もさ、大切にしてほしいよね。4月30。これで今月が終わったので、5月。負け担当、肘痛だったんだ、お前。てかさ、
負けたんとこんな怪我してさ、体大丈夫かもう体ボロボロだよね。アキレス腱断裂してさ、こんな怪我しててさ、友沢守君6勝したんだ結局。ちょっと負け担当の体ほんと心配だな。じゃあ使っていきましょう。練習強化、そうか、野手の能力覚醒も使っていかないとね。じゃあ今日は5月に入ったんで学校だし、イソッチだけやる気がない。ちょっとこれは吉田くん、吉田くんフォークが4になってるね。いいね、スライダーあげようかな。そうするとちょっとこの試合が終わったら吉田くんのスライダーを上げましょう。1年で能力がどれくらい上がってくれるかなんですよね。だから一応まあ毎月毎月練習効果アップの機材は使ってるんですけどまた例によって金がなくなったんですよね。あと1個使ったら完全になくなります、金が。1ヶ月にね3000円ずつ使っていかないといけないっていうのがちょっと辛いですよね。おこれ押し押し、第4球を投げた。これいいじゃん、打ったに当たりだ。ボールはレフトへ飛んでいきました。取ってこれで正面に飛んじゃったか。ランナー8番パワフル、4点か、2回で4点か。ワンアウトランナー2塁という場面で高台、セカンドランナーちらっと見た、投げた、打ちました。1、2塁間のゴロ、一塁へ送る。いいとこに転がったかなと思ったけど、なおもチャンスが続きます。でも一応進塁打にはなったのか。投げました。初球は足が遅いね。空振り、タイミング合いません。初球空振りから第2球。お、打った、引っ張った。チェンジアップ、やっぱり緩急つけられると。第3球は振り遅れるのか。カウントワンボールツーストライク。投球これから4球目。アベレージヒッターを行かせてもらいたい。第5球強振になっちゃったけど。おお、156キロか。早いな。2回の裏が終わり、3回の表これからホークスの攻撃に入ります。さてちょっと吉田君、先頭バッターは中村、第1打席は球速が遅いのかな。第2球投げました、打ちました。あーすげえ、になります。いいとこに飛んだな。打ったバッターは2塁へ向かった。ボールは中継、ちょっと今日は厳しいね。中村ツーベースヒットを、吉田君が打ち込まれちゃってるからな。バッターは指名打者、フリッター今日2打点を挙げています。あー5回じゃなくて6回にして、英国紳士ツーアウトランナー二塁という場面で、ロマン本当にお前が頼みだよ。第2球投げました、空振り。英国紳士どっちかというと、もうミートはね開かないでもらいたい。投げました、打った。お前はどういう打球になってもいいから、とにかく強振一発狙いそれでいいよ。どんな状況でも、もう強振一発に任せる。蘇った男本田、投げた。初球外れても、スローカーブ曲がるね。でもやっぱり、もう負け担当は本当ボロボロだよ、こいつの体は。よく投げてくれてるよ。決まってストライク。これはもう完全敗戦処理か。投げた。完全に外れたボール。これは完全なボール球。カウントは3ボール、1ストライク。ちょっと悪い。あれ、ここで変化球、外れてフォアボールか。フォアボールでノーアウトのランナーを出しました。さてじゃあ9回まで行って、パワフル、ここはなんとか追いつきたい。ノリノリ男、ノーアウトランナー2塁という場面で覚醒した男、赤木。ここまで2三振といいところがありません。覚醒した男ってさ、実況してくれてるけどさなんで実況の人がさ、赤木が覚醒したってわかるのニュースになったのかな。赤木選手が覚醒しましたってどうやって覚醒したってわかるんだ。空振り三振。グリーンも1本打ってるのか。あ、歯は C あるんだね。そして広角打法か。広角打法はね、やっぱりちょっと振り遅れるときに有効なんで、投げました。サクセスやるときはやっぱパワーヒー、広角は欲しいっすよね、両方。打った、操ぐ、落下点に入った。サードグラウンド、ボールをつかみました。さてここで高台、第91球目ストレート空振り。投球これから2球目、ストレートはもう全力ストレートで143か。カウント1ボール1ストライク。スタミナがちょっと減ってるからかな。投げました、
お、これは伸びた、行くか、おお、行ったね、学校ならではだな絶対今のは。あ、でももう2号出てるんだ。ちょっとピッチャーが踏ん張れなかったな。4点取ってくれたのはでかいけど、今日3打点を挙げています。さて、ニコガミ君スタミナが F だからね。第3球をいくらリリーフとはいえ、ボールカウンター2ボール1ストライクです。 C は欲しいが、1球投げるごとに結構メーターが減るね。打った、流し打ち、あー、これはヒット、ボールが点々と転がっている。三塁線すげえギリギリだったな。フリッカーいいバッティングを見せました。今日2三振の今宮、ちょっと今日の試合はしょうがないか。パープル悔しい敗戦です。決勝点となるタイムリーをフリッカーに打たれたか。あ、バース今季1勝目なんだね。吉田くん6敗か。高橋圭と高台にホームランが出て、ピザの守備力が上がったと。で今、あと海外留学選手帰国まで残り、あれ29日で帰ってくるの超早くね。5月中に帰ってくるじゃん。俺そんな早かったっけ。え、大丈夫、ちゃんと能力上がって帰ってきてほしいんだけど。能力があまり上がりませんでしたって言ったらすげえ困るよ。だったらちゃんとさ留学してもらってさ能力上げてもらいたいけど。借金が15か。14.5 ゲーム差で楽天とのゲーム差が10ですね。最下位脱出今季も厳しいかな。まあでも留学生組が今月中に帰ってきてくれるみたいなんで、次の回で帰ってきて終わるような感じになりますかね。というところで、じゃあ海外留学組を期待して、今回の回は終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。